ないということもあるかもしれませんが、つながりますガンバです。ここは右サイドで細かくつないで、大内速が高い位置まで来ています。この枠で立てます。倉田から決まった。4点目長澤、遠藤の縦パス1本、倉田の最後は優しいサイドからのパス、もう長澤決めるだけというような4点目、まあ、フィニッシュもすごい素晴らしいんですけどね、その前の前の遠藤の ね、このダイレクトパスですよね、本当にこう、はい、1本でこう局面を変えてしまう部分とチャンスを作る決定的なパスを出せますので、はい、非常にこう戦術感のあるね、まあ、今更言うことでもないと思うんですけど改めてね、はい、非常にこう自分がどういうプレーをすればっていうのを本当に理